録、狩りの時間だ。ドライストレーガーなら耐えられます。撃っちゃうんだな、これが。悪くない気分だよ。これは敵の接近を許した結果。すでにお前たちの知る私ではないのだ。ここはこれが確実か。もらった。こんなやり方じゃダメだってまだわからないのか。いけー。俺もガンダムの伝説に食われるのか。しまった、ロストした。やる。向かってくるな。俺もガンダムの伝説に食われるのか。ガンダムタイプ食われるのか。目の前の敵から叩く。シンプルな攻撃は分かりやすい。勝利の援護をするぞ。メガ粒子砲撃てー。我々の戦いは簡単には終わらんぞ。
ジオンめ、こんな時にメガ粒子砲撃て。隊長、申し訳ありません。敵に見つかる前に沈め。あのガンダムの伝説に食われるのか。相手がガンダムだろうと、向かってくるなら避けてばっかりじゃダメだけど、自分を殺すことになる。やらせ。ヤツめ、まさかニュータイプだとでも言うのか。こちらからも仕掛ける。多少の戦力差があろうとも、戦場での冗談は笑えないな。お疲れさん、あとは任せてくれ。リプスラッシャー、こいつからは逃げられねえ。ダメだ。
戦争で世界を変えようだなんて、今だ！消し飛べ！どうし、あとは頼むぞ！機に乗じて攻勢に出ます。1番2番衝撃砲攻撃用意。了解。1番2番衝撃砲攻撃用意。目標インレンジ。撃ち方始め。モビルスーツとの戦いも慣れたもんだ。リーフスラッシャー、おいつからは逃げられねえ。ほう、俺の想定を上回ってきたか。引きずり出してすりつぶしてやる。紙一重の動きでいい。
かつくんだよ。本物だからなんだ。封印対衝撃防御。撃っちゃうんだな、これが。お別れだ、赤い彗星。敵は本艦の死角に回り込もうとしています。対応可能なシーウスで撃破を。憎しみの連鎖を自らの手で断ち切れないなら、ここはこれが確実か。もらった。ニュータイプ、甘く見るなよ。死にたくないんだ。物欲しさを使う。くらえ。そう、これがガンダムの力か。ガンダムには俺も恨みがある。向かってくるなら覚えましたよ。マナ供給量最大。チャージチャージ、ぶちかまします。ここは引くしかない。
私の前に出てくるとは迂闊だったな。やってみるさ。直撃させる。撤退するしかないのか。モビルスーツとの戦いは慣れている。今だ。消し飛べ。うん、避けた方に来たか。スピードでは負けても戦い方はある。当たれよ。もうそこにはいないよ。残念、俺もいるんだよ。必殺のコンビネーションだ。もう逃げられねえぞ。落ちやがれ。行くしかない。こっちも死にたくねえからな。こんなやり方じゃダメだってまだわからないのか。そこか。俺もガンダムの伝説に食われるのか。いかん、これではただの的だ。目標捕捉しました。直ちに攻撃開始。主砲発射。モビルスーツの相手も慣れたもんだ。でも間合いだ。こんなところだ。
からの攻撃だと勝利の援護をするぞ。メガ粒子砲撃て。連邦軍の中でも別格ということか。しているならばインファンネル、とどめだ。はずめ、まさかニュータイプだとでも言うのか。くそ、どうなってるんだこれは。相乗りさせてもらうぜ。確実に仕留める。ここまで想定通り。落ち上がれ。もう限界だ。脱出装置を。ざっとこんなもんだ。
うるせえ奴らがいないんだ。のびのびやるぜ。魔法ブーメラン。調子づかせては厄介なことになる。反撃を開始する。直撃しろよ。動きが少し重いか。荒々しいけど的確な攻撃だ。ファントムリングプラス、ブロークンファントム、なんなんだ奴のパワーは。敵は根こそぎ潰させていただきます。ソーデッドカノン最大出力発射。もう限界だ、脱出装置を。私の前に出てくるとは迂闊だったな。ここはこれが確実か。もらった。こんなところだ。
という存在が生み出した結果がこれだ。勝ちの巣だ。ここで時間を無駄にしている余裕はない。迷いは自分を殺すことになる。ここはこれが確実か。もらった。
お前たちがいるから戦いがいつまで経っても終わらないんだ。そこか。動きが違う。やつはまさか。えい、戦いの基本を忘れるとは。力を貸してくれ。まだこの手がある。ヘル・アンド・ヘブン。ゲン・ギル・ガン・ドッグ・ボー。あロボットが相手でもイカルガは負けません。ソーデッドカノン最大出力発射。ここで終わったら俺はただのバカだろうが。スピードが速いだけではな。いいですね。ハイスピードバトルを楽しみましょう。
犠牲を出さないためにも俺が行く。インファンネル。とどめだ。チュー、モニターがやられたか。こういうやつを落としてこそ俺の価値も高まるな。これだけばらまけば見える。残念、俺もいるんだよ。前に入った。あバカだ。you
けじめは自らの手でつけさせてもらう。やってみるさ。直撃させる。クソが、これ以上の戦闘は無理か。ミケーネ帝国との戦いから早い9年、改めて時が経ったのを実感するぜ。ここに来るまでいろいろなことがあったな。哲也さんはすごいよな。もうすぐお父さんになるなんてさ。俺も年を取ったもんだな。でも哲也さんは昔から老け顔だったから、あんまり顔は変わってないね。こいつ言うようになったもんだ。Fly!